これね、かわいい。はい、このな、ちくしょうこと言っていい、あのこのなんて言っていいんですか、このこのこの腰のラインといいますか、あたりがなんかちゃんとこう女の子らしさがあって、かっこいいのにめっちゃかわいいんだよねこれ。いやー、なんか私こういう格好してる女の子がもうめっちゃ黒髪ロングでもうポニーテールとかにしてるともうめっちゃ大好き、ほんとに。はい、な、かわいい。これわかる、これモディのさ、私のパネルと一緒に写真撮ってくれてるんだけど、あのね、テンション高くなっちゃってんのが伝わってくんのよめっちゃかわいい、これ。まあね、モディに行ってね、私と写真を撮ろうと思った時に、ちょっとかわいい、かわいいポーズをしようと思ったんだけど、ちょっとテンション上がっちゃったんだろうね。これ多分、モディ行くのに、私に会うから、なんか、かわいい格好してきてくれたんやろな、と思って。そう、じゃーんって感じ。かわいい。もうこれ、ひき肉ポーズね。ひき肉です。春雨です。これは好きになっちゃうコーデだなと思ったんだよな。ちょっと待ってね。こちら。かわいい。これね、コーディネートがというよりも、もうこういう服着てる子マジで、もうこんなん全員好きやって、こんなん。かわいい白いワンピースこんなに着こなせる子おるこれはね、こんなん全人類好きやってこれはずるい。いやもうガチかわいい、本当に。しかもこれね、見て、これまたしても髪が青い。いやー、愛だねこれはしかもなんかどうやらこの格好でなんか5周年のイベント、モディに行ってくれたらしくて、いやー、ごめん、正直に言っていい、普通に出会いたかった普通に、普通にモディでナンパしたかったもうこんな女の子歩いたらマジで私秒速で声かけに行く。もうちょっと可愛すぎる、本当に。これやばいよな、こんな女の子って存在してるんだ。かわいいねー、これね。ちょっとね、ガチポイント高いのが背中見て、背中ちょっと見て、あー、ちょっと背中かわいい。これ細いよね、マジで細い。スタイルがめちゃめちゃ良い。でね、もうね、ギャルなんよギャルなんよ、めっちゃギャルなんよ。ちょっと待って、見せたい、私こういうギャル好きよめっちゃ可愛くない、超可愛い。めっちゃ爪長いんだよね多分、めっちゃ多分ね、ちゃんとネイルしてるんだよね。もう背中が見えちゃうから、もうずっと腰に手回してあるからし見えちゃう見えちゃう見えちゃうからって、どこの馬の骨ともわからん男が私の可愛い彼女のことを好きになったら困るからってって言いながら背中隠して歩きます。はい、かわいい。これさー、これさー、かわいいねーこれちょっと気持ち悪い声出ちゃった見てこれ、私の T シャツ着てくれてるのよこれ。彼女にLINE で今何してんのみたいな。俺ってなんか、もう何もしてないみたいな。部屋でダラダラしてたよみたいな。ちょっと写真送ってよみたいな。ね、全然なんか、もう化粧とかしてなくてもいいから、全然部屋着とかでいいから、今の写真送って、今の写真って、やだ、無理今みたいな。なんか、いいからって、全然適当な格好でいいから送ってって、もうしょうがないなって言って、洗面所で撮ってくれた写真。ねえ、何かわいい、私の T シャツ着てんじゃんみたいな。何それ着替えたん、それいつも着てんのみたいな。いや、いつも着てんの、部屋着これみたいな。かわいいこういう、なんかね、ちょっとね、もう一種ちょっとね、ちょっとエロい感じを感じる。なんか、ちょっとごめんなさい、本当に。なんかちょっとなんか、なんかこういうなんか生活感感じる写真、ちょっとなんか、ちょっとエロいんだってなんか。次、こちら。かわいいねー。かわいいねー。なんかねー、若さを感じる。スカート短っかわいい。しかもさ、これ指ハートしてくれてるんだよね。かわいい。めっちゃかわいいんだけど、スカート短っ気になるって、このスカートの短さ。ちょっと、チラチラしちゃうってそう。でもね、これね、こんな可愛い感じなのに、ネイルがね、多分これ黒なんだよな。そう。
このねふわふわ系のコーディネートなのにネイルはね黒系でねめっちゃ可愛いんですよ。これ可愛い。スカート短っあこれや、これ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 、これもね可愛いんですよ。これもめっちゃ可愛いね。これもね若えよ、若えんだよ、若さ感じる。これ足これ履いてるちゃんと。大丈夫これ、私のことドキドキさせようとしてないもうね下がねあのちょっと透けてて可愛いのよ。なんかふわふわしてる、可愛い若えんだよ足それ何なのそれ、大丈夫、いつもそのぐらいの短さなのかな一緒よいしょ、かわいい、かわいい。ちょっと待って、大きくしちゃおう。足これね、足見えとるんよ。これはねなんかねお姉さん系な色気を感じるあんよですね。てか足綺麗だな服についてコメントしろ。あの足めっちゃ綺麗じゃない、え、すごっ。てかスタイルよ、よし、多分彼女がこのワンピースでデート来たらめっちゃ見ちゃう。かわよいやマジで街中でこんなお姉さんに出会ったら全然好きになっちゃうよ私かわいい、マジでこれかわいいよね、マジですげえこれ。いやこれずっと見ちゃう、マジマジと見ちゃう。ダン、かわいい、かわいい。このコーディネートで一緒にディズニー行きたいこれかわいい、めっちゃかわいくないこれ。いやあのね、こういう格好も好きよ。この アウターマジでかわいいよ、これ。もっこもこ、もうこれかわいい。これ本当にこれ夜になったらあの前閉めて、あの首元まで全部閉めてほしい。で寒いって言いながら口元をこの襟ぐりにこう埋めて寒いって言って、しかもこれ燃え袖なんだよな、これこれね、この写真燃え袖なんですよ、見て、かわいい。これで、寒い、めいちゃん寒いって言ってほしい。全然あったかいカフェラテ買ってくるめいちゃんちょっと寒くなってきたねって言って、あ、寒いねって言って、あ、じゃああったかいカフェラテ買ってくるねって、なんか、あったかいカフェラテより手つなぎたいって、あー、かわいいかわいい。じゃあ、ほな手つなごっか、ほな手つなごうねいやー、もう全然、私で温めますちょっとねこれを見せちゃうとね、これちょっともしかして私のライバルになりかねないと思ったんだけど、これ紹介はしたい。はい、これめっちゃかっこよくない？ねえちょっと待って、女の子たち浮気しないで、ちょっと待て、何みんな、おい、ちょっと待て、かっこいい好きじゃないんだよ、かっこいい好き、やめなさい。ねえ違うでしょ、私のことが好きなんだよね、ねえやめなさい。目移りするんじゃありません。ネックレス、好きーとか言わないの。はい。私でしょ、お前ら、ほんまに、ええ加減にせえ。もう、ちょっとほら、ちょ、マジ。まあ、わかった。はい。ほら、どうほら、隣に、ほら、どっちが好き、ほら。かわいいです。ほら、どう私だってかっこいいでしょ。やん、もう、浮気すな。浮気するんじゃありません。